ここは無限に広がる大宇宙。の埼玉県春日部で。最高のおバカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発、おしんこだぞ。しかし父ちゃんがいない里帰りをしたらじいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。それに今回は里帰りじゃなくてママの幼馴染のところにお邪魔するんだから二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは夏休みの1週間、九州に住む美咲の古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのです。熊本、熊本。おお、こっちこっち、疲れただろう。途中からみんな寝てたからあっという間だったわ。うっ、なんだ。という間の長さを実感してるのね。一行が着いたのは熊本駅。でも目的地はここからさらに2時間かかります。ヨヨコの家はミサイの実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇の町。そこ行く怪しい家族連れ。へえ。うん、なかなかだな。やりますね。の、美人の若奥様。何、私のことかしら。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか。もなか食べたやつ。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。これはタダでいただけるんですか。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんタダ。1週間使っていただき感想をもらえればよいのです。怪しいわね。でもただなら。これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で。世界からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた。現代科学の粋でありロマンです。では記念撮影を。おう、じゃあお言葉に甘えて。はい、チーズ。謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。あれ、
どこにいたんだっけ。しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。素晴らしい発明でしょう。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。また我が輩の発明の素晴らしさが分からん連中に声をかけてしまった。まあいい、すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。キッ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 。家族で旅に出たのさ、渡り鳥と星の海、とても暑い夏の日に空が映る水たまり、ひまわり畑夕立、笑い声と日焼け跡でもね、行き先知らない沖星真昼の月、着いた野原家の面々。ところが駅前がちょっとした騒ぎになっていたのです。どうしたんですか。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない。いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんです。恐竜。ここに古墳時代の遺跡があるんです。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。ああ、来た来た。おーい、野原家来たよ。やっと着いた。ヨヨコ、久しぶり。こんにちは、お世話になります。ヒロシさんもお久しぶり。
しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。へへい、ほらしんのすけ、クサイとひろしが古くからどっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。いわばちくわの友。ちくわ、ちくば。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂をやっています。ちくわはないけどね。ララコちゃん大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。うん、みさやお姉さんお久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はおさる。それはモッキー。今から雨かな。それは天気。というわけでこれがしんのすけくんとひまわりちゃん。よろしくね、モンキー。ウッキー。ウッキー。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、宿場の友を助けに来たんだから。ありがとう、頼りにしてるよ、宿場の友。今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょ。手紙の写真に写ってたイケメン。あの写真は1号さん、うちで働いてるのは3号くん。で、忘れてた。こっちで影が薄いのがうちのお父さん。よろしくお願いします。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず自分の家と同じように過ごしていってください。キャップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。なぜかキャップで定着しちゃった。そういえばここはなんで日の山食堂なんですか。それは簡単、うちの名字が日の山だから。ちなみにキャップは日の山守る。でもそれはもう全面的に忘れていいから。ずっとキャップだし。方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょう。はい、いや、そんなことは。キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。おいおい、そんなことはないぞ。というわけで、野原家の皆さん、どうぞよろしく。シロもよろしくね。
ふふい。ふふい。ここはヨヨコとララコの姉妹の部屋。でも、しんのすけは背が足りず、ドアノブに手が届きません。どうやらドアが開かないようです。一体、どこにつながっているのかな？
工事中につき通行止め。ここから先には行けないよ。晩ご飯まで時間があるから外で遊んできてもいいわよ。もう夕方、どうやらシロが迎えに来てくれたようです。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふふい、夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから、声をかけてね。声声かけたぜ。野原家が居候しているヨヨコの家では、夕飯が終わる時間になると風に乗って女性の声が聞こえてきます。隣の住人、青山ハタが子供たちに本を読み聞かせているのです。さて、今日のお話はどうでした？
楽しかった。お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの。しんのすけ。ふふーい。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。ふふーねーねー。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。二人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。こんばんは、僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。かっこいいだろ。私はキネ、綺麗な音色という意味だって。この名前素敵でしょ。餅つきのキネじゃないか。あれ、なんだかカスカベにいるみたいだぞ。しんのすけは思いました。風間くんとねねちゃんにそっくり。毎晩ここでこうやって本の読み聞かせをやってるから、あなたも遊びにいらっしゃい。その恐竜は女の子でした。名前はエル。体の長さが人の10倍以上もある、とても大きな生き物です。若い女性らしく、手足を大きな花びらや気の利いた美しいシダ類の枝で飾っていましたが、小型恐竜ラプトルには大きすぎると怖がられ、美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていたのです。なんてかわいそうなエルでしょう。ある日、まだ名前のついていない哺乳類の祖先が川に落ちて溺れていたので、エルがその長い首を伸ばして彼を川から助けると、周りに仲間の恐竜たちが集まってきて、口々に彼女の長い首を褒めました。誰になって3つくらいいいところはあるものです。それ以来彼女はその長い首が目立つようにちょっぴり工夫して、大きな花びらや気の利いたシダ類の枝で飾るようにしたところ、ラプトルも羽毛恐竜も何も言わなくなりました。エルは自分に自信が持てました。なお、これは首を長くして待ちましょうというお話ではありません。彼女は遠い未来にプラキオサウルスと名付けられる恐竜の仲間です。どう？面白かった？もう一回読みますか？その恐竜は女の子でした。名前はエル。その恐竜はうえお兄さんがいるぞ。そう思いながら、しんのすけは思い切って自己紹介してみました。なんだ、一郎の家の隣に居候したのか。
俺はジロー。キッチンとかラーメン屋は無関係だからな。皆様のお買い物のオアシス、アッソ駅前商店街。はいはい。ようこそ。遺跡発掘中につき、子供と書いてある。楽しいナイスな商店街。気になるニュースから宿題の答えまで、探して楽しい商店街。困った時に頼りになるあなたの友達、アッソー駅前商店街。皆様のお越しをお待ちしています。そろそろ家に帰らないとな。
おやすみなさい。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ。みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふふい。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん、
オラはこれにするぞ。というわけで、ララコちゃんとしんのすけの阿蘇の町探検ツアースタートです。私についておいで。しんのすけ、ここはカフェ&バーダンシングジロここは食品スーパーの霧島ストア。店主は可愛い女の子。よ、こんちは。どめどめ。お宅見慣れない顔だね。どっから来たの？ずいぶん遠くから来たんだね。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと。いや、まだもっとと覚えてね。うら、野原しんのすけ、5歳。私は18歳。まだ18なのに、この店を一人で切り盛りしてる働き者なの。いわばこの町の物流を一手に担ってる状態。だから逆らわない方がいいわよ。
題の答え。うい。探して楽しい商店街。困った時に頼りになるあなたの友達。あそう。皆様のお買い物のオアシス。あそう駅。どうやら扉が開きません。どうすればいいのかな。イエーイ。ここはカレー屋の忍者カレー。なんて怪しい名前のお店なんでしょう。目があった。お主なかなかの切れ者と見た。名を名乗れ。我らは野原慎之介。拙者は銀河に忍ぶと書いて銀河忍ぶ。カレー屋の店主。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿。その実態は銀河流忍者の末裔である。え、今時忍者なんて流行らないし誰も知らないって。うん、でも拙者は忍びとしての務めを忘れたことは今まで全く一度もない。生まれ落ちた産湯の中でさえ水遁の術。これが基本。
はてさて、やっと新聞社まで到着です。でもどうやらララコちゃんは他に用事があるようです。ふぅ、やっと着いた。しんのすけ、今週の館内の清掃はこれでおしまい。来週末こそは絶対にデートを申し込むんだぞ、よしこ。積極的。ほらなら今すぐでも OK だぞ。あなた誰？ほら、野原しんのすけ5歳。お姉さん、ピーマン好き？納豆にネギ入れるタイプ？何この子。お姉さん、お名前は？黒髪よしこ。私は大学生なんだけど、この新聞社でバイトしているの。しんちゃん、よろしくね。というわけで、登場したアルバイト兼編集助手のよしこお姉さん。彼女の夢は、このジリ貧の新聞社が昔のにぎわいを取り戻すこと。もしあなたの力でこの新聞社を再び大きくすることができたら。オラの力でできたら。お姉さん、あなたとデートしてあげるわ。人生初デートの予行練習。というわけで、しんのすけの夏休みの目標はよしこお姉さんとデートすることになりました。でもアルバイトのよしこお姉さんが会社の心配をするなんて、なんだか不思議な感じです。
うわぁ、どうやらミサイさんは何か不思議な現象に遭遇しているようですよ。ここで気になるお使いの評価を聞いてみましょう。お使いを一つ終えると星が一つ増える仕組みです。現在星はまだありません。これじゃダメね、がっくし。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん。え、よりどりみどり、どれにする？お食事、お散歩、デート、あらゆるニーズにお応えする楽しいライフな商店街。気になるニーズから宿題の答えまで、探して楽しい商店街。困った、いい加減にしろよ。やめてね。しんのすけ。え？
ふうふう。しんのすけ殿。まっは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 。もう夕方、どうやらシロが迎えに来てくれたようです。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。声かけたぞ。彼の友人たちは口々に忠告します。そんなに高く飛ぶことは危ないはずだ、やめたまえ。彼が翌日もまた同じことをすると、今度はもっと高く高く舞い上がり、隣の大陸の海岸線が白く光るのが見えました。彼はそこで気を失って落ちたのです。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん、
オラはこれにするぞ。おや、お伝えちゃんとできたね。いただきマンモス。彼は遊んでいたのです。特に山の頂に吹く上昇気流を使って高い空に舞い上がり、そこから遠くの街を見ることが彼はとても好きでした。ある日、7月の強い西風を使っていつもより高く舞い上がると、遠くの地平線が少し丸く見えました。彼の友人たちは口々に忠告します。そんなに高く飛ぶことは危ないはずだ。やめたまえ。彼が翌日もまた同じことをすると、今度はもっと高く高く舞い上がり、隣の大陸の海岸線が白く光るのが見えました。彼はそこで気を失って落ちたのです。高い空は空気が薄く、飛ぶには危ない場所でした。成層圏の雷雲を通り抜け、落ちてきたところには仲間は誰もいませんでした。そこは隣の大陸だったのです。原っぱに雷に打たれた朽木が立っていて、彼はその枝に止まってじっと仲間が来るのを待ちましたが、でも誰もやってこないのです。その原っぱの周りには険しい山もなく、素敵な上昇気流も吹きませんから、高く舞い上がることもできません。彼の仲間の化石は世界中で見つかります。名前はプテラノドン。どう？面白かった？もう一回読みますか？その鳥のような生き物には仲間がたくさんいました。毎日毎日たくさんの仲間と空を飛び、彼は遊んでいたのです。特に山の頂に吹く上昇気流を使って高い空に舞い上がり、そこから遠くの街を見ることが彼はとても好きでした。ある日、7月の強い西風を使っていつもより高く舞い上がると、遠くの地平線が少し丸く見えました。彼の友人たちは口々に忠告します。そんなに高く飛ぶことは危ないはずだ。やめたまえ。彼が翌日もまた同じことをすると、今度はもっと高く高く舞い上がり、隣の大陸の海岸線が白く光るのが見えました。彼はそこで気を失って落ちたのです。高い空は空気が薄く、飛ぶには危ない場所でした。成層圏の雷雲を通り抜け、落ちてきたところには仲間は誰もいませんでした。そこは隣の大陸だったのです。原っぱに雷に打たれた朽木が立っていて、彼はその枝に止まってじっと仲間が来るのを待ちましたが、でも誰もやってこないのです。その原っぱの周りには険しい山もなく、素敵な上昇気流も吹きませんから、
高く舞い上がることもできません。彼の仲間の化石は世界中で見つかります。名前はプテラノドン。どう？面白かった？もう一回読みますか？うえぇ！その鳥のような生き物には仲間がたくさんいました。毎日毎日たくさん。うふい！うえぇ！イエーイ！ふふい！デメデメしんのすけうららこれにするぞサンキューいただきマンモスギャハハハハふいふい。
そろ帰る時間だよ。おやすみなさい。今日から朝の体操にダラコちゃんが加わります。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ。みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2、3では、いただきます。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん。え、おやおや、ここに歯医者さんの看板が。しんのすけは歯医者さんが大嫌い、怖くてここを通れない。おやおや、しん、怖く、えいふん。
リブリブリブリ。今日はどんな記事ができた？見て見て、なかなかの記事だ。素晴らしい。ありがとうございます。誰もが面白い記事を求めている。しんのすけくんも我が新聞社の発展のため頑張ってくれたまえ。の状況はこんな感じ。新聞が大躍進、売り上げがすっごい伸びてるよ。大活躍だね、しんちゃん。牛がたくさんいて、もう大変。どうやらここは通れません。
元気そうで大変よろしい。で、何をしに来たの？これでいい？じゃあ、また来てね。バイビー。ふふーい。新庄。なになに？よりどりみどり、どれにする？これでいい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 ？じゃあ、また来てね。バイビー。ふふーい。しんのすけ殿。まっは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 。俺はこれにするぜ。かたじけない。いただきマンモス。よきあんばい。ふふーい。ここで気になるお使いの評価を聞いてみましょう。お使いを一つ終えると星が一つ増える仕組みです。現在星は5つ以上。最高！すごいね！頑張ってる！ヨヨコちゃんからボーナスのお小遣いが出ました。ありがとうございます。ヨヨコおばちゃん、しんちゃん、
俺はこれにするぞ。おや、お使いちゃんとできたね。いただきマンモス。しんのすけ殿、まっは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 。なになに？イエーイ。うえー、どんな用事？これでいい？これでいい？これでいい？マイドリー！ふふーい！しんのすけ殿！まっはっはっは！俺はこれにする！かたじけない！いただきマンモス！よきあんばい！元気そうで大変よ。で、何をしに来たの？これでいい？マイドリー！ふふ。しんのすけ殿。まっはっはっは。俺はこれにするぞ。かたじけない。いただきマンモス。よ。うふーい！
ふうふう。そろそろ晩御飯だぞ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふふーい。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。こえーこえー、かけたぞ。しかし、この幸せな時間は長くは続きませんでした。水曜の夜、夕涼みに出ていたしんのすけたちは満月の光に照らされた巨大生物を目撃したのです。お、なんだあれは。大きな影、大きな足音。うわ、助けて、アクション仮面。なになに、怪獣。母ちゃんの体重は60キロだぞ。そんなにないわよ。体重じゃなくて怪獣。巨大怪獣だ。その巨大な黒いシルエットを見上げて高笑いしていたのは、駅で謎のカメラをくれたあの怪しい男なのでした。あのおじさん。我が名は悪の博士、発明家であり、そして史上最強のマッドサイエンティストなのだ。自分で言うことかしら。自分で言わずに誰が言う。我が輩が連れてきたのは怪獣ではない、白亜紀の恐竜だ。私はついにタイムマシンを発明した。これで世間の連中もこの才能を無視するわけにはいかないだろう。怖がれ、恐怖におののけ、巨大な力の前にひれ伏すのだ。どや！
しんのすけ殿、まっは、なになに、
ういういそろ帰る時間だよ。お買い物、お食事、おさ。おとなしく寝るのよ。おやすみなさい。
どうやら朝の体操に恐ろしい二人がいるようです。はてさて、皆さん大丈夫？素晴らしい今日が来た。